ドンストトトドンストトン、ドンストトトドンストトン。毎度ありがとうございます、ヤモリフミです。本日は当美術館ヤモリのアトリエようこそ。はい、というわけでですね、ツイッターでハッシュタグヤモリのアトリエで募集している私のファンアートを紹介していこうという動画、本日で第4回目になっております。もうね、この動画私はすることは特にないんですよ。はい、もう黙ってね、ツイッターでただただ神江氏が私のファンアートを書いてくださるのを待つのみという非常に楽な企画、あ、いや違うな、非常に気の長い企画になっております。本当はもっと早く第4回やりたかったんですけどね、私がなんやかんや忙しくなってしまって予定より2ヶ月ほど遅れてしまいました。前回から4ヶ月おきの第4回ファンアート紹介動画になっております。というわけで早速1枚目のファンアートいってみましょう。はい、というわけでね、はぁ、うまい。1枚目から非常に可愛らしい感じで描いてくださったイラストをいただきました。顔周りとかね、全体的にほんと丸っこくて可愛らしい雰囲気なんですけど、この腰のラインとかね、あ、ちょっとなんか肩幅あるんじゃないかなって私は感じました。そう、可愛らしいんですけど、ちょっとだけ男の子らしさもね、出てるんじゃないかと思うイラストでございます。とっても魅力的な1枚、ありがとうございます。あ、というわけで次のイラスト、天使降臨。もうですね、こちらのイラスト、先ほどのとはまた別ベクトルの可愛さ。なんでしょう、この笑顔を守ってあげたくなるような、そういう可愛らしさ。もう純真無垢で、もう汚れを知らないかのような、もう素晴らしい天使的なイラスト。もし明日、私が心臓発作で倒れたら、おそらくこの絵が原因でしょう。大変天使なイラスト、エンジェリックありがとうございます。なんだこれ。というわけで次のイラスト行ってみましょう。おい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 、やばいぞ。画力の暴力。こちらハロウィンがテーマのイラストなんですけれども、もはやプロの所業よ。最近私を見始めてくれた人とかはですね、あれ？知らない人がいっぱいいるみたいな印象を受ける人がいるかもしれないんですけど、これですね、私活動3年ちょっとやっておりまして、その中でですね、いろんな活動スタイルを撮ってきたんですよ。こちらの4枚の絵をですね、私が今までやってきた活動スタイル全部を描いてくださってるんですね。愛がすごい。1枚ずつのイラストも公開してくださってるので、順番に見ていきましょう。まず1枚目こちら。現在の私の活動スタイルですね。ゴーストのコスプレをした私を描いてくださいました。もうイケメン10割増しよ。めちゃめちゃかっこいい。もう少女漫画とかね、乙女ゲームに出てきてもいいんじゃないかというビジュアルになっておりますよ。すっごいいい。そして2枚目はこちら。魔女のコスプレをした私なんですけども、こちらですね、一番初めの活動スタイル、二等身の魔法使いということでやってたんですよ、当初は。それを描いてくださいました。なので、等身もだいぶ低めに描いてくださってます。それでですね、バッグが爆発しててですね、よく見るとうちのマスコットのヌタが巻き込まれてるんですけども、ものすごく爆発をテーマにした動画を当初上げまくってたんですよ。で、バーチャル YouTuber を紹介する VT クって雑誌に爆発落ち VTuber っていう特集があって、そこに乗るぐらい爆発落ちやってたんですよね。それをちゃんと絵でも描いてくださってて、しかも二等身魔法使い VTuber ってことでやってたので、まさに魔女がぴったりなんですよね。久しぶりに二等身のファンアートを描いてくださって本当に嬉しいです。続いて3枚目なんですが、こちらナースのコスプレをした私を描いてくださってます。こちら非常に活動期間は短かったんですけども、美少女スタイルの私を描いてくださってます。そう、こういう感じでね、活動してた時期もあるんですよ。他の3枚にはないポイントとしてね、こう、お、こ、あ、こ、こ、ば、ば、バス、ば、ば、バストがある。もうカラーリングとかもね、ピンクっぽくても非常に可愛らしい感じが醸し出されております。超絶お気に入りです。続いて最後の4枚目なんですけども、こちらゾンビのイラストになっております。こちらですね、唯一ヤモリフミじゃないイラストなんですけども、活動を始めた当初、ウサギの耳というキャラクターでもやっておりまして、そう、バーチャル男の子バニーガールという非常に属性が渋滞した感じでやっていたんですけども、そこからウサギの耳くんを描いてくださいました。元の私が活動してたフォームがこちらになるんですけども、ここね、胸元にリボンがついてるんですよ。そしてね、このエキストラのゾンビ的なのを見てみると、胸元にリボンがついてるんですよね。これは信者的なポジションのゾンビさんたちなんでしょうか。なんかいろいろと考察がはかどってしまいそうなんですけれども、そしてね、全体的に可愛らしいんだけれども、男の子っていう感じでね、男なんですよ。だから可愛らしい中でも女性特有のシルエットみたいなのはなんか抑え気味になってて、非常に中性的な感じに、でも可愛く仕上げてくださってるんじゃないかと感じました。ほんと
ャラクターの魅力を引き出してくれてありがとうございます。という感じで改めて4枚こちらなんですけども、もうこれ美術館邪魔だな、これ。美術館どっか行ってもらおう。なんだったら私も邪魔だな、私もどっか行こう。という感じでですね、元の私の、まあ、いわゆる公式ですよね。私が公式なので、公式のイラストをポンと載せておくとですね、これ公式超えたよね、完全にね。もうこっちで活動していきたいよ、もはや。っていうぐらいのもうお気に入りですよ。もう色使いだとか小物のデザインとかね、もう個性をめちゃめちゃ出してくださっててね、非常に嬉しいです。本当にありがとうございます。というわけでお次のイラスト行ってみましょう。眩しい。というわけでですね、もうすごい光に包まれているような私を描いてくださいました。美しすぎる。なんかアニメとかでさ、死んでしまった好きな人を思い出すシーンとかってこういう感じで描かれたりしません？もう私なんだったら死んでるんですかね。いや、そんなことはないんですけども、っていうぐらいめちゃめちゃ爽やかイケメンくんに描いてくださってます。もうドラマの男性俳優さんこんな感じなんじゃないかという私の勝手なイメージなんですけども、本当ドラマのイケメン枠で出てきそう、爽やかさ 5000% 増しで描いてくださっております。本当にありがとうございます。というわけでお次のイラスト参りましょう。はい、こちらアナログ界からの資格なんですけれども、以前出したですね、鎖で自分を縛ってみましたよ的な動画のファンアートでございます。こうよく見るとですね、なんかセリフが書いてあって、ええ、もちろん自分で縛りましたよ。うるせえよ。記憶にないけど自分で言ってたかもしんない。いや、でもだとしてもうるせえよ。もうこのね、普通にイケメンに書いてくださってるのが逆になんかこうミスマッチで変人具合を醸し出してくださっている。もういろいろとうるせえよという感じでですね、ちょっと面白いなと思った一枚でございました。お次行ってみましょう。はい、また同じ方からのイラストなんですけれども、こっちはね、普通に好き。なんだろう、この可愛さとちょっとしたかっこよさっていうんですか、そういうのを両方とも私は感じられました。もう普通に好きですよ、これは。でですね、私のヤモリフミっていう名字のヤモリっていうのをですね、英語に直すと月光って言うんですけども、このバックにですね、三日月が書かれてるんですよね。ひょっとしてヤモリの月光と月の月光をかけてるんじゃないでしょうか。これ間違ってたら相当奇跡なんですけど、おそらく意識して書いてらっしゃるはず。座布団50枚。ちなみに右下に書いてあるなんかよくわかんねえ暗黒物質は見なかったことにしましょう。というわけで次のイラスト行ってみましょう。サマーバケーションなイラストになっております。こちら私の紹介が遅くなってしまってちょっと申し訳ないんですけれども、ちゃんと夏にいただいたイラストになっております。もう海で遊ぶぞって感じで浮き輪を抱えて海へダッシュしている私と、まあ、さりげなくね置かれているビーチボール的なヌタですよ。でスイカ割りしてるし、海中遊泳してるし、肌焼いてるしでですね、すっごい夏を満喫してる様子を1枚にまとめてくれました。こんな夏を送ってみたいな。というわけで本当に楽しそうなイラストありがとうございます。次のイラスト行ってみましょう。おっと、そうきたかという路線のイラストでございました。ベッドで寝そべっている感じでですね、もう色気がある。すごい個人的な感想なんですけど、抱き枕のカバーとかにありがちなイラストなんじゃないかなって思いました。こうね、適度に服がはだけていてですね、本当にセクシーなイラスト、ありがとうございます。というわけで、お次のファンアート参りましょう。なんと動きます。というわけでですね、イラストではなくアニメをいただきました。なんか街中で偶然出会ってしまったみたいなシチュエーションで笑顔に変わった時のギャップがですね、もうすごいきますね。こんな人のファンになりたいなって思わせてくれるような一枚でございます。まあ自分なんですけどね、書いてくださってるの。もしも本当に出会ったらこういうことができる人になりたい。頑張ろう。というわけで次のイラストを参りましょう。またしても神イラスト。ずっとですね、ツイッターとか YouTube のトップに表示してる、ロキの歌ってみた動画をイラストで描いてくださいました。で、よく見るとですね、このバッグの棚に置いてあるアイテムたちが、今まで動画で私が取り上げてきたものたちなんですよ。一つ一つ見ていくと、旧活動スタイルの二頭身ヤモリフミだとか、ウサギの耳だとか、今も動画でちょいちょい出ているマスコットのヌタだとか、あと料理動画でよく着ている緑のエプロン、あとさりげない反転、あと的当ての標的にしてしまったハンコク様だとか、これすごいんですよ、着眼点が。
なんと2回くらいしか動画で使ってないフリー素材のプテラノドンをですね、ここに添えてくださってるんですよね。すごいですよ、着眼点が。もうすごい、どうでもいいシーンに使ったと思うので、何の動画で使ったか全然覚えてないんですけども、なんとこれをファンアートに書いてくださるのかという、ものすごい意表をつかれたプテラノドンでした。で、他にも動画で出てきたパイナップルだとか、たわしだとか、扇風機、デスソース、鉄の折り鶴と、飛行機、あと剣山だとか、カードに突き刺さってるダーツだとか、謎にですね、動画で何回も言ったグッドナイトっていうセリフ、多分そのグッドナイトだと思うんですよ。もし違ったら奇跡なんですけども、もう形として存在しない私のグッドナイトっていうセリフを絵で描いてくださってるという。そしてですね、これは狙ってあるかわからないんですけども、バナナもですね、動画で一応使ったことあるんですよ。そのバナナなのか、これはただのバナナなのか、ちょっとわからないんですけども、そういうものもありました。あとペヤングだとかですね、これすっごい小さくですね、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲の絵が描けてあるんですよ。もし違ったらごめんなさいなんですけど、多分これはそうなんだろうなと思います。前ですね、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲の絵を描いてみるって動画を出したんですよね。多分それだと思う。他にもですね、上げ出すとキリがないぐらい本当にいろんなものを描いてくださいました。もうですね、感動ですよ。もうこんなイラストをいただけてですね、もう活動してきてよかったと、非常にジーンとくる一枚でございます。本当にありがとうございます。というわけで次が最後のイラストです。行ってみましょう。ヤッホーという感じでですね、私とヌタのツーショットでございます。もう全体的にですね、とっても丸っこくてただただキュートなイラストでございます。私も可愛くね、とってもふわっとした雰囲気で描いてくださってるんですけど、どっちかというとですね、これはヌタがメインのイラストに私は思いました。もうこの小動物を本当に飼ってみたいと、そう思わされる一枚でございます。ひょっとしたらね、動画作り終わったらペット系の動画を見漁っているかもしれません、私は。というわけで非常に可愛く描いてくださってありがとうございます。というわけで、総勢11枚のファンアートを紹介してきました。同じ人が何枚か書いてくださったりしてるんですけど、どれも素敵な部分があって本当に嬉しかったです。というわけで、こういった感じのファンアートを引き続きツイッターで募集しています。もしも書いてくださる方はですね、ハッシュタグヤモリのアトリエというものをツイートに含めてつぶやいていただくと私が発見できます。ハッシュタグ以外にもですね、ヤモリフミという単語を含めてツイートしてもらえると、私が定期的にチェックしているので気がつくと思います。というわけで、書いてくださった方々、そしていつも見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。あわよくば第5回目のヤモリのアトリエでお会いいたしましょう。バイバーイ。